あいうえを書きくけこさしすせそたちつてと何ぬねのよし。かまきがみあおまきがみきまきまきまきがみあおまきがみあかがきあおまきがみあかまきがみきまきがみ。がわたろうです。はい、ということで本日はダーツの旅第2弾。はい、ということでね、前回ダーツの旅第1回目だったんですけど、1回目がね、かなり面白いくなったんじゃないかなって思います。ということでね、第2回目も頑張っていきたいと思います。でね、前回、まあ、ダーツの旅というか吹き矢の旅だったんですけど、この吹き矢ね、この吹き矢を見かねたパパローがですね、手作りでね、ダーツを作ってくれたんですよ。すごくない？この辺がプラスチックで、多分ここは先っちょにこの画鋲がついてる感じですね。まあ、なんだけど意外にこの吹き矢がね好評だったので、まあちょっとしばらくは吹き矢でいいかなっていう感じなんで、吹き矢でやりたいと思います。で、刺す時に、まあ、コメントでちょっと狙いがね定められちゃうんじゃないかってことで、回転をしてから吹いたらいいよっていうことで、まあ今日からね、まあ、ぐる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 回転して目を回してからふっと吹いていきたいと思います。それじゃあやってみよう。ということで、じゃあ10回回ってからいきたいと思います。レディーゴー。あ、マジでやばい、危ない危ない危ない、やばい、気持ち悪い気持ち悪い。いきます、3、2、1、ゴー。ここだ。ちょっと待って、ついて、今回はちょっと待ってね、ちょっと目がねまだ回っててふらふら。今回の詩はピンクのこうなってるから中央区かな、中央区蘇我だと思います、多分です。前回は印西市だったんだけど、今回中央区だね。ここですね、蘇我のなんだまあこの辺ってことですね。わかりました。はい。ダメージがでかい。ぐるぐるきついって。いやだ、もうちょっとぐるぐる、なんかいい方法ないかな。さあ、ちょっとやばいから。やばいわ。はい、ということで、第2回吹き矢の旅は、蘇我周辺ということで、頑張っていきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。せーの、レッツゴー。はい、ということで、ちょっと待って、割れたかと思った、汚れだった、ちょっと待って、ちょっと待って、落ちちゃった。はい、ということで第2回ダーツの旅はこちらになりました。大願寺ってところらへんだったので、ちょっと来てみたんですけど、ピンが刺さってたらへんです。まあ係員がいなかったんだよね、中見てみたら。なんで、まあ、撮影許可取れなかったんで、外から写しとこうかなみたいな感じです。なんか学問の神様がいるみたいですね。皆さんはぜひ来てみてください。アタローはね、ちょっと動画回せないんです。ここからね、眺めてご利益をいただきたいと思います。まあということでね、ちょっと移動していろいろ探していきたいと思います。今車でね、ブラブラちょっと探してるんだけど、人がいない。人がいないし、さっきのとこ住宅街すぎて車がブン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 走ってて、歩いてる人がいないんだよね。だからちょっと畑とか作業してる人いないかなって思って探してるんだけど、いないんだよねまあ困った困った。ちょっとしばらく探します。今スポーツ公園っていうところに来たんだけどね、なんか人いなそうだな。でもなんかね、面白そうな遊具がある。あれ、めっちゃ面白そうじゃない。子供とか遊んでたらよかったんだけどな。まあちょっと遊具で遊んでいこうかなって思います。やばい、こんなのやるしかないでしょ。こちらのコースを渡り、さまざまな障害物を乗り越え、最終的にあちらでゴールいたします。あ、待って、人来た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 、
ワンちゃんを散歩してる。ワンちゃんを散歩してる人いた。ちょっと待って、声かけよう、声かけよう。おはようございます。今ダーツの旅をしてて、たまたま今日ここに刺さって、なんかおすすめの場所とかを聞きたいなって思ってお声かけさせていただきました。なんかおすすめのご飯屋さんか、いいスポットみたいな場所とかって。はい、ここら辺で。下寺だと もてなし屋さんとかね。もてなし屋さん、マウロのね、この辺ですか。下寺は10分しないぐらいですかね、ここから。10分ぐらい、ね、ありがとうございます。魚屋さんがやってるんですよね。そうなんですね。じゃあちょっと そこ行ってみたいと思います。ありがとうございます。確かにやってるかなって。何女の子、女の子、こんにちは。ゆずゆずちゃん、こんにちは。かわいいね。お、怖いです。ダックスフンドを買ってて。そうなんですよね、匂いするかな。あれ、行っちゃったあっちは何行くんですか。初めてだった。あ、今日初めてだったんですか。あ、お友達じゃないですね。そうなんですね。そうなんだ。お散歩友達かと思ったら違った。ありがとうございました。ということで続きいきましょう。エントリーナンバー1番、あったろレディー。まあ、そもそもね、間違ってると思うんだよね。こういう遊びじゃない気がするんですよ。多分ね、これシーソーだね。申し訳ない、足で踏んでしまいました。拭いときますわ。こうやってゴシゴシして、ごめんなさい。お尻座るとこでした。多分こうですよね。怖い怖い怖すぎる。危ない危すぎるってことはね、多分これもね、多分座るんだよ。梨屋さん着いたんですけど、見て、あ、映るかな。お知らせ、いつもありがとうございます。申し訳ございません。1月9日から1月16日の間、遅いお正月休みをさせていただきます。よろしくお願いいたします。ですね、本日16日でございます。今日までお休み。まあ残念。もうマグロ大好きだから食べたかったな。残念、惜しいですね。まあでもこんな感じですね、もてなし屋さん。まあなんかおすすめだそうなので、皆さんも来てみてください。ということで、違うご飯屋さんを探したいと思います。はい、バックにしました。なんか聞いてください。いや本当はね、上でねピクニックみたいな感じにしようと思って行ったんですけど、風とカラスと寒すぎて無理だったで、車に戻ってきました。ですね、珍しく車酔いをしました。吐き気と頭痛がでね、酔い止め飲んだんだけど治らなくて、ちょっとね今日は
あまり収穫がなかったんですけど、これで終わりでございます。ごめんなさい、車用意しちゃったんです。いや本当はね、続けたいんだけど、車今は大丈夫なんだけど、また車を走らせたらすぐ気持ち悪くなる。今日はご勘弁ください、ごめんなさい。なんで第3回でね、挽回したいと思います。まあこういうこともありますよ。いやね、そう考えたらやっぱね、岩手のあたからはねすごいと思う。百発百中だもん ね、素人がやるとこうなるんだよね。はい、ということで今日は終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。